まずは町の人たちに連休の思い出を聞きました。アグリの丘に行った。アグリドームに行きました。楽しかった。バスケばっかりでした。アフリカンサファリとかですね。山、別府とかその方ですね。別府温泉とか。熊本の方にキャンプしに行ってましたね。2グループで3万弱とかそのぐらいですね。他ホテルとか泊まったりよりは安く済ませられるかなって感じですね。楽しかった。一方、県外から長崎を訪れた人は、20年ぶりぐらいに来ました。恐竜の展示場から、まあ、この街の中から。長崎楽しいです。土産をいっぱい買って、とりあえず、はい、これからちょっとまあうろうろしようかなっていう感じですね、はい。フルーツバスで見に行って、昨日はハウステンボス行って、今日長崎観光と軍艦島のクルーズに行ってきました。東京ってなんかここ何でもあるんですけど、なんか文化も感じられるし、ご飯も美味しいし、見るとこもたくさんあるし、いいなって思いました。観光客やインバウンド客でにぎわった長崎市南山手宿では、長崎の食や思い出作りを楽しむ客が多かったようです。買い物というよりかは食べ歩きの方が、多かったように見られます。にぎわいがね、持てたので、コロナに比べたら活気が戻って良かったと思います。それだけでも良かったかなって、最大10連休となった今年のゴールデンウィーク、長崎ではコロナ禍前の観光地のにぎわいが戻っていたようです。